香港カンフー武術学院の総教練真鍋学山でございます。前回ですね、アリス支部で、ションマーダンサーの第一歩を攻め込むという、西音小さの中から前進して、攻め込むという動画を見ていただきましたけれども、それからの動画をまたご披露していただきたいと思います。まずですね、こう一歩出して探査を、線を小さをしながら一歩出して探査をしますね。これまあ攻め込んでるわけです。で、受ける方はどうするかと言いますと、ちょっとあれしましょう。探査をこう、これで一歩進んでいきますね。そうです。まあ、一歩進んできたら、無理せず一緒に合わせて一歩出てきたら一歩下がります。背音小さをしてて出てきたら一歩下がる、ジャブする。まあ、これはあんまり上は関係ない、下が背音小さをしてて、背音小さをしてて出てきたら一歩出してジャブする、ジャブトイマージャブションマータン。ここからションマータンってくるから一緒に合わせて下がってジャブ、これで一応防御ができているということになるんですね。で、逆でいってみましょうか。こう背音小さをしてて、背音小さをしてて一歩出すからジャンプ、これでこのションマーターンソーという技は防御できてるということになるんですね。まずこれをできないとダメなんです。して攻めてきますよね。これですね。オクサオからジャムサオにして一歩下がって、じゃあトイマージャムトイマーするんですね。攻めてきますから一歩下がってジャム、これで相手の攻撃は防御できてるという。でなおかつ真ん中の攻撃が強くて防御できらないって言うたら角度をつけます。角度さえつければ弱い力でも守れます。すごく相手の力が強いということになったら角度つけます。そういうことをして防御するということになるわけですね。もう一回片手だけでやってみましょうか。タンサオボンサオ、タンサオボンサオですね。あ、こっちはポクサオ、タンボンタンボンしてるのにポクポクしてますし、これは前は来てないです、ね、前は来てない。だからこれで前来たら後ろに下がっていっちゃう、こうしないとダメですね。ポクサオ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 で出てきたらジャンプ、中心、こっちも中心ですね。これ止めてしまう。で、上があったらこれがポクサオになっとるからこういうことになるわけです。あんまりこっちは関係ない。出てたらこう、でさらに強かったらまたこう角度をつけます。それまでいけるなら別に角度をつけなくてもいいです。一歩で下がってジャンプ、でもこれでも受けきれないとなったら角度をつけます。
そういうことをすると防御はできてるということになるわけですね。で、あい、まあ、ションマーパンですから、これでこれも真ん中ですね。真ん中を従ってこう出してくるの。で、一緒に下がって守るの。で、さらにさ、それが強かったら角度をつける。こういう形で防御していきます。これができなければ、この一、この一歩目がうまいことできなきゃ二歩目三歩目はないわけ。一歩出してください。これができなければ、あの、もうそもそもの防御が成り立ちません。そんな感じでやっていきます。じゃあ行きましょうか。じゃあ これまではもう分解せずに全体の流れとして見ていただきます。静音小さをしますよ。こうしてね、こうしていいでしょう。こういう感じで、ね、一歩出たらそれに合わせて一歩下がる、はい、反対でいきます。はい、反対、もう一回反対ね。もう一回いきます。合わせて下がる、下がってジャム竿で相手の探査をそれ以上自分の方向に近づけないように防御する。これがショッマー探査を成功例。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。